携帯の向きを変えてください。え、これだとダメなのかな。これだと横向きかな。あれ、あ、そうだね、今流れてる横向き、横向き縦になっちゃう、ね、こうしなきゃダメ。そう、分かった。なんかパソコンでできなかったのでちょっと今やり直してます。こんにちは。大丈夫？こうなってない？なってないかな？はい。ということで、鎌倉の丘アットマークおうちでライブ、3日目です。普段でしたら、まだ3日かーっていう感じなんですけども、なんか変な色だったよ。ちょっとわからないけど、ちょっと皆さんにどう見えてるかがちょっと、大丈夫でしょう。緑ですね。こんにちは。今日は縦になってないから今日も大丈夫かな。大丈夫でしょうか。では始めさせていただきたいと思います。じゃんじゃらんじゃんじゃらんじゃらん。はい、皆さんこんにちは、連日ライブ4日目になりますね、今日で連休が終わりということですけれども、このまま俺はずっと連休続くぜっていう方もいらっしゃるかもしれません。そうですね、私もレッスン以外は本当は仕事はないじゃないんですけど、結構この先の仕込みをしようということで、日々忙しくしております。やっぱり今何もない時に何をやるかによって次が変わるんじゃないかと言い聞かせ、頑張っておりますが、震災の時もそうですけども、頑張れ頑張れもうたまに疲れます。疲れた時は頑張らないで泣いたり怒ったり笑ったりするのが一番かなと思います。ということで今日も鎌倉の丘ライブ、ね、鎌倉の丘ってなんだよっていうことで、毎日説明させていただいてますが、鎌倉の丘というのは益子の陶器市、春と秋あるんですけども、本来なら今日が、益子陶器市、春の陶器市の最終日でした。毎年2回ですね、そちらで、ライブをさせていただいています。チャリティーライブから始まったんですけども、途中からですね、毎回言おうと思って忘れてたのが益子の陶芸作家さんの池上昭夫さんという方がいらっしゃるんですけど、池上さんがですね、いろいろパーカッションで手伝っていただいて、あ、ウドゥー紹介しようと思って忘れた、後で持ってきてもらおうかなウドゥーという楽器を作ったり、あとカホン、ね、座ってあの四角い叩くやつ、そういう楽器も作ってらっしゃるんですけど、今回はね、池上さんなしで寂しくお届けしていますが、その分さあちゃんに手伝ってもらってよろしくお願いしますさあそれでは今日も始めていきたいと思いますが、いつも能天気に明るい曲ばっかりやっていたので、リクエストにお答えして1曲をお届けしたいんですけど、さっき言ったように、頑張りすぎずたまには泣いていいんだないいいんだないって何ですか噛んだ噛んだ噛んだ東京の隣は噛んだ、あ、また親父のこと言っちゃったということでですね、サリーさんのリクエストをいただきました、Cry Me a River という曲お届けします。
all that you said. Tell me when we're super being, and tell me you are through with me. And now you say you love me. Well, just to prove you do. すごいスッキリします。怒ったりとか、私の知り合いの方でいろいろこの見える方っているじゃないですか、あの 霊だけじゃなくてこう体のいろいろな、その方に言われることがあるんですけど、サリさんちゃんと怒った方がいいですよって言われたことあって、なんかそんなつもりはなかったのになと思ったけど、やっぱりいろんなものが、心の中に溜まったり体に溜まったりすることもあるのかなみたいな思ったことがありますので、この前のね大人のジャズ系の時お話しましたけど、暗いプレイリスト作ってね、部屋暗くしてなんかお酒でも飲む日があってもいいんじゃないかって、私だけそう思うの普通やんない、うん、あやんないね、やんないね、はい、やりたい人はぜひ真似してくださいということで、じゃあまず楽しくお届けしたいと思うので、まずはですね皆さんのリズム感を試したいと思いますが、じゃあこれ皆さん あれですよね、オリンピック飲みましたけど、オリンピックでよけます。日本チャチャチャいきますよ。せーの、日本。皆さんちゃんと支えて、もう一回いくよ。せーの、日本。OK、じゃあ年取った人しかわからないと思いますが、好きなんだけど。はい、若いとわかりませんでしたけど。はい、で、みんなチャチャって今度やってもらいたい曲があります。練習しますと、ドゥ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 ってなったら2回叩きます。ちょっと難しいんですけど、ニューモーニングっていう曲なんですけど、もう一回練習するね、いくよ、せーの、ドゥ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 、遅れてる。これ実はですね、いろんなとこでこれライブでダンサーのめめちゃんと一緒にやったことがあるんですけど、あとありがちゃんとね、その時に老人ホームにも行ったことあるんですよ、みんなうまかったんだけど、ふん、おわれということで、皆さんこう終わる時にはめっちゃリズム感良くなってますからね、一緒に行きましょう、はい、来たか、したりとかボイトレしたり、あ、そういえばあれがなかったってやってるので、朝長袖着るのに始まる前に半袖に毎日着替えてるんですけど、さあそれじゃあですね、ジャズの曲をお届けしたいと思うんですけど、皆さんよく知ってる曲です。でも途中皆さんに歌振るんで、あ、ちょっと一回コメント見た方がいいか、はい、コメント頑張ってみるんで、あ、見てるよ、あ、池谷さんありがとうございます、あと高橋さん、受け入れはチャッチャだった、もしかしてひろみちゃん、誕生日の同じなひろみちゃん、はい、そして
クリさんも見てくださっているんですね。はい。あと池上さん池上さんはあれですよね、ローズという喫茶店今閉じてるんでしょうかね。あの川越では大変お世話になりました。はい、あ、小田さんね、九州また小倉行くねよっしゃ、あ、ジュンさんも見てくださってます。ありがとうございます。それじゃあ、ルート66皆さん多分ご存知だと思うんですけど、途中皆さんも登場しなきゃいけなくなるんでよろしくお願いします。このねルート桶があるんですけど、これあの仙台 の, あの被災地、でつながった向こうの仮設の方たちに頼まれて、道のくプロレス、私プロレス出たわけじゃないですよ、プロレスのリングで初めて歌うっていう経験をさせていただいてめちゃめちゃ感動したんですけど、あのなんか嘘でもいいからちょっとこう技かけてほしいって言ったらすげえ怒られました。やっぱりあのプロの世界にそういうこと言っちゃいけないなと思って反省しましたが、でその時に使った OK です。Route 66お届けします。あ、大変音が上がってない。If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway, that is best. Get your kicks on Route 66. If one from Chicago to LA, more than 2,000 miles out of way.Get your kicks on Route 66. Now here comes the sun to wish every Missouri and Oklahoma City has mighty pretty you. See I'm a little girl up in Mexico, Fresno, Arizona. Don't forget me, Nora. Can the Boston somebody tell me it is too fast to return?When you make the last California trip, get your kicks on Route 66. じゃあ秘密のアップじゃ行きましょう。好き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  というか、あの私たちの大好きな、鎌倉の丘の作家さんの、ね、作品を紹介したいと思います。毎日忘れてたのでさっちゃんお願いします。はい、なんかリクエスト来てますね。あ、じゃあ今読んでおきます。はい、はい、実はここにですねいっぱい食器陶器が置いてあります。例えばじゃん、見えるかな、コメントとかぶっちゃうかな、こういうね、これはね、リンゴ屋さんのコップですね。こういう、お馬さんが書いてあったりとか、あとは、これは、
これ昨日も紹介してたかな、かおりさんのカップです。かわいいんですよ。あとはこういう食器以外にも、あのね、じゃん、くまちゃん、これかわいいんですよ。テディベアとか、あとはミーシャさんの、そう、好きな ミーシャさんのおめでとう、未来に今困っているんですね。動物、猫とか、猫とかですね。あとは、あとはこういうね、あの雪ふらしさんって1日目かな、2日目かな、お話ししてたのとか、あとはそう、細川かおりさんって、あの民謡島で失礼いたしましたね、覚えてました。はい、ごめんなさい、はい、細川かおりさんのです。そうです、そうです、その通りです。あとはこれは男着屋さんの、岩見慎介さんですね。そう、私たちはなんて呼んでるかっていうと、ちょっかいさん、ちょっかいさん、ね、ちょっかいさんのところよくね、泊まりに行かせてもらってて、うん、本当お世話になってますよね。うんうん、親、親父のおじやが美味しいんだよね。うん、親父のおじやが美味しいんでしょ。食べたかった。あとはね、これ、神津さん、そうだ、今のうちも池上さんの花笛紹介してきたけど、ね、そうですね。じゃあちょっとこれ見て、すごい、あのここに光を入れると、このですね、穴のとこからこう光が漏れて、すごく綺麗なカップになってます。そう、これはね、神様って呼んでる神津さんの作品ですね。はまぐれの丘に神様がいるんですよ。はい。で、今その、池上さんの花笛、じゃん、これこっちだよね。そうそう。っていうか、私たちこれ出せないの、音が。花笛のプロが。花笛はね、店長しか音が出せなくて、花笛のこうね、お花にこう当てるんだよね。ふ、うん、ンってやりながら。で、今多分見てらっしゃる、あの、上村さんがすごいお上手で、いろんなとこで。全然出ない。訓練しないと出ないです。すっごい言おうとするんだけど、あ、勉強してから来るお母さんね。そして、そしてその池上さん、いつも私と一緒にバーカッションやってくださってる方の、これウドゥ、いい音ですね。すっごいいい音なんですよ。じゃあ、あと何かの時にこれやってもらおう。そうです。おー。私紹介し終わった、紹介し終わった、はい、はい、じゃあこれ渡しといて、乾杯ね。はい、そう、なんかくしゃみするとそこから壺からなんか出てくるとか。出てくるか。アクション大魔王の今新しいのやってるの知ってる？あ、言ってるよね。もう2020っていうのを見ましたけど、今の世の中に出てきたアクション大魔王が魔法必要ないじゃんっていう、切ない、うん、めっちゃ切なと思って、はい、そうだよね。あ、そうだ、じゃあそろそろ今日も一人ゲストを召喚したいと思いますが、陶器はほんの一部です、今見せたのは。あ、そう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 、本当はね、そう、益子の陶器市ってもうめちゃめちゃお店がたくさん並んでるので、ね、はい、うん、まためめちゃん、はい、めめちゃん見えるか、あの最近ですね、 Facebook にもアップしましたけども、めめちゃんがダンスをつけてくれました。今日は一緒にコラボしたいと思います。で、ここに実は歌の音源入っちゃってるので、今日は口パクでお届けします。そうだよ、一緒に歌うよ、歌うよ。では、空に綿菓子雲、旭川に行った時の風景を歌いました。じゃあ、めめちゃんお願いします。Oh.
また一緒に踊ってるの送ってくれるかな、めめちゃん、うん、めっちゃ楽しみにしてるね。めめちゃんよろしく。よろしく。はい、ということでそろそろもう23分なので、じゃあ皆さんと歌う曲をやりたいな、やりたいな。あ、もうごめんね、なんかリクエスト来てたっけ、大丈夫かな。あ、そうだ、私上村さんと上村さんなんです、失礼しました。あ、めめちゃん喜んでもらってます。私かいって言われてますけど、うん、ありがとう。はい、そしたらですね、あら、村ちゃんだわ。村ちゃんありがとうございます。さあ、それじゃあね、皆さんと一緒に歌いたいんですけど、ちょっと今汗かいたから汗かいて。あのめめちゃんの今の振り付けは YouTube に載ってますので、後でまた URL アップしますから、ぜひぜひこの運動不足になりそうな今ね、やっていただけたらなと思います。さあ、それではですね、皆さんと一緒に歌う曲、今日は Believe を用意しました。懐かしい、懐かしいって言ってますけど、私はやっぱり私たちの小さい頃はなかった曲で曲なので、息子がね、小学校の時に覚えてきて、いい曲なんだよって言って、なんかどれどれって言って弾いてうって泣いちゃった曲なんですけど、今よく歌われてますね、こんな感じなので。はい、じゃあまたさあちゃん歌詞をお伝えしながら一緒に歌ってくれると思うので、はい、皆さん本当に大きい声で歌ってくださいね、一緒に。次回の秋の陶器市は11月の予定です、うん、その時にはね、落ち着いてるといいなと思いますけど、そうだ、思い出した、一つだけ言ったかったことが、これ今日またお水入れてるのは、うん、シガちゃん見えるかな、はい、シガ、お水入ってるか気をつけて、はい、今日もあの水害にあってますから、じゃじゃん、はい、じゃじゃん、素敵。そうで、器をね、あ、ちょっと一口飲んでからにして、器持った時に、まあ、インターネットでももちろん今買えるんですけれど、で、それこそ器って100均でもいいやと思ってた私がですよ、マスコで、マスコって言ってたよ、マスコマスコで、作家さんに会って教えていただいたことが一つあって、こう手に取った時にこう手触りとか音だったりね、これが棚心っていうそうなんですね。で、この棚心っていうのを持ちながら
自分の手にしっくりくるとか、あ、私を呼んでいたこの器がみたいなね、とか、あとはね、その作家さんと会ってどんな風に作ったかとか、どんな作家さんなのかとか、こうやっぱりね、知ってその器を持って帰るじゃないですか。そうするとその人を作家さん思い浮かべながら飲めるんですよ。で、あの一回ひどいことしたことがあるのが、これね、本当にね、お酒進むの、酒気が飲みすぎちゃって、あの作家さんに電話したことあったんですよ。あなたの器のせいで飲みすぎたんですけどみたいな、ね、あの嬉しいけどこういう電話は困るって桜井さんに言われましたけどね。こんな風にね、器をあのお家に帰って楽しみながら、例えばたかが卵焼きでもものすごく美味しく見えたり、すごい楽しいんですよ。作家さんのことを思い出して話し合ったり、そんなあの家族との時間が持てたりとか、あの本当にとてもいいので、ぜひぜひあの今度のね、秋はあの益子で皆さんとお会いしたいなと本当に願っています。ということで、では最後の曲を今日もお届けしたいと思います。準備はいいですかね。じゃあ最初のところで説明をお願いします、はい、じゃあもうみんな覚えてくれているとは思うんですが、ちょっと説明させていただきます。この曲は大工のタン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 の曲に合わせた曲になってます。で、サビのところが、に手話がつきます。ぜひ皆さん一緒にやってください。大丈夫でしょうか大丈夫ですよ。はい、手話やりますね。いきますね。あなたが笑顔、笑顔でいられるように、みんなが笑顔でいられるように、明日につながる希望を乗せて、笑顔の力で世界でラソー、間に合った、イエーイぜひ皆さんも一緒にやってください。はい、よろしくお願いします。もう最初から歌える方は最初からぜひ参加してください。みんなが笑顔でいられるよ。
長と予告感を持ってしまいましたけど、本当に皆さんご視聴ありがとうございました。このままアーカイブも残っているので悲しくなったらぜひこれでもやってください。今日は完璧だと思ってもらいましたということで、本当にあの皆さんと会ってハグしたい、本当にハグしたい気持ちだけハグしています。ということで本当にまだまだ続くと思いますけど、この状況、ちゃんと泣いて、ちゃんと怒って、ちゃんと笑って、一緒に乗り越えていきましょう。泣きそう本当にみんなと直接会える日を楽しみに泣いて泣いて笑って笑って、そうそうそう、うん、ということで、また今度はね、あの鎌倉農家ライブと別に飲みながらライブを、うん、あの皆さんとお話しながらここでお届けできたらなと思います。はい、4日間もうるさかったんで、隣に家に菓子折り持って謝りに行ってきますということでまた会いましょう。ありがとうございます。